ロールの1ロールは、スイスのコミューンの一つ、欧州に属し、その中のロール県にある、フランス語県、レマン湖の北岸にあり、ジュネーブからは近い、ルロゼ学院のキャンパスの一つがある。北緯46度27分、統計06度20分、標高378メートルに位置し、総面積は2.72平方キロメートル、総人口4901人、 人口密度は1802人、平方キロ。面積は非常に小さいが、人口密度は京都市より大きい。住人の故障はロロワロロースである。1979年、それまでフランス・パリそしてグルノーブルで活動していたヌーベルバーグを代表する映画監督ジャン・リュック・ゴダールがパートナーのアンヌ・マリー・ミエビルと共にロールに移住した。同年、 ゴダール監督の商業映画復帰第一作として、勝手に逃げろ、人生がこの地で撮影された。以来、ゴダール、ミエビルの映画はもちろん、多くの映画がここで撮影されるようになり、フランスやアメリカから、スタッフや俳優が訪れる街になった。移住してから知り合った、ゴダールの録音にし、フランスはミュージモ、ロールに録音スタジオを構えている。同州ローザンヌには、 フィルムアーカイブであるシネマテイクスイスがあり、ジュネーブには映画制作に積極的なテレビ局テレビジオンスイスロマンドがあり、1960年代後半からロールを取り囲む地域では映画制作は盛んである。某州ロール県内部以外の地図上の表記はドイツ語である。地図下方のレマンコミギシタのフランクライクとはフランスのイ・カントン・ワットは某州のドイツ語表記。 ありがとうございます。